今回のスピチューブは街歩き探訪、あったかいんかな、湯の郷温泉、足湯ね。今回は再びこの美作市にある湯の郷温泉街にやってまいりました。一体どんな旅になるのか楽しみですね。それでは最後までよろしくお願いいたします。はい、というわけで今日は湯の郷に来てます。以前も来たんですけども、再び街歩きバージョンということで、早速この先にね温泉街があるそうなんですけども、どんな感じなんでしょうね。あ、なんかホテルがありますね、この先に。岡山県にはいくつか温泉街あるんですけど、こんな感じでね、あの洋チックな建物が見えるのは珍しいかなと思いますね。旅館がこちら錦園さんなんですけども、お風呂だけでも利用可能ということですね。詳しくはウェブで確認くださいませ。湯の郷温泉、カフェ、コーヒーね。ちょっとなんか洋チックな、いいね。またこちらね、なんかインスタ映えしそうですね。カルフォルニアリゾートだそうです。あったかいんかな、あったかいあったかいですね。うわぁディープやな、めっちゃディープや。やってんのこれもしかして、プレイボーイクラブバニーなんか写真が、あ、観光スポット、なんか異国の人が写ってんのかなと思ったけど、わかる？なんかあるじゃん。なんかあー、お地蔵さんとかがこうやって写ってんだ。のプレイボーイクラブ。噴水あったりとか。すごいね。だから使ってないからうまくね、これでめちゃめちゃ目につくもんね。このプレイボーイクラブバニーイン、ちょっとここは待って、東洋小劇場って書いてるの、これもう向こうのね、あの金髪のお姉さんが
遊びじゃないわ、あの踊ったりするとこだよね。まあ東洋ショーって書いてある、うん、だからそこをうまく使ってあの写真とかね、こういうダンサーの人いるよっていうような感じだと思いきや、そうじゃなくてスナック白馬車白馬車ね、いろんなちょっと逆光ですけどもね、もうやってないんでしょうね。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。感じで絵がね書いてあると、お食事どころ、うーん、イノゴファイトベイノゴベル、あ、ここが昭和館っていうなんか昔懐かしのおもちゃを展示してある、月光仮面とかね、あ、こんなんありましたね昔、はい、あ、足湯ね、足湯あるわけですね。ちょっと足湯行ってみます？はい。敷き締まったパンってまだあるっけ？あんま最近でもそんなにあれかな。ちょっと足湯をね。で、スナック湯の子。そのまんま。ね。そのまんまのもいいんだろうね、なんか。ブランドネームだね。はい。今日ちょっと、もう温泉のなんか香り、匂いがね。しますけども、ちょっとお邪魔しようかなと思います。片方だけとかね、はい、入ります。よいしょ、 あったかいねこれ。でももう春なんですね。ツバメが、なんかツバメの巣がね、え、ガールフレンド、チュン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 、ねえ、やってそうでやってないっていうね。もうなんかスナックが、ナイトシアター、ナイトシアターか、サザンクロス流行ったんだろうね、うん、前世紀とかね、え、このビジネスホテル三種と、でこのタクシー相田交通、カラオケとかね、まあ、ちょっとしたあのご飯カフェとか、こんなんあったかな前。テイクアウト大歓迎。あ、もうでも閉めるんだね。閉めるのか。もう終わりかな。10時。10時。
つ。すいません、もう終わりですか。あー、ほんまですか。どうしようかな。そんな種類があるんだ。あー、いいね、この保冷バッグ、かわいいね。はい、ありがとうございます。バニラ、はい、はい、こんな感じでございます、はい、ちょっといただきます。うん、いや、美味しいね。うん、あ、すごいクリーミーな食べ歩きですね、これ。居酒屋さんもあるんだね。うん。ああ、なんか結構がっつりなサーロインステーキとかありますね。はい。こちら。ちょっと今やってないような居酒屋さん、ラーメン、うどん、焼き鳥屋さん、焼き鳥ね。はい。はい。というわけで今日はこんな感じで終わろうかなと思います。湯の郷のぶらり歩き。まあ温泉ね、いろいろありますね。大なり小なり、まあ、足湯に使ってそっからのっていう感じがいいかもしれないですね。まあそのどこが空いてるかとかは多分観光協会というかその観光案内所って聞いたらね、いいかなと思います。はい、というわけでありがとうございました。それでは失礼いたします。キャバンスピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。